今日はですね、短期間強制ダイエットということでね、はい、私も1週間後にですね、オールジャパンメンズフィジークですね、2年ぶりの大会に出場するんですけれどもね、まあ結構ね、仕上がってはきてはいるんですけどね、ちょっとまあ予定よりもね、仕上がりが遅い、だいぶね、減量苦戦しています。まだもうちょっとね、絞れそうなね、気がするのでですね、摂取カロリーをね、変えずにですね、この2日間、はい、週末、ラスト週末の2日間なんですけど、どれだけ痩せれるかっていうのをね、ちょっとやってみたいなってね、思ってます。はい。今、毎日ね、2600から700キロカロリーぐらいでやってるんですけども、そこは変えずに、あとトレーニングもね、通常通りのトレーニング、やります。はい。週末ですので、まあ1時間半から2時間ぐらいね、トレーニングするんですけどね、そこは変えません。それプラスですね、追加要素ね、いろいろ加えてですね、やれるだけのことはやろうと思ってます。はい。で、まずそのやることなんですけど、ハイパーナイフですね。ハイパーナイフ、基本的にはね、最後の仕上げでね、むくみ取ったりするのでやるんですけどね、まあ大会の2日前とか1日前とかにやるんですけれど、今回ですね、もう1週間前にね、やっちゃってですね、まあハイパーナイフやるとですね、もう体脂肪燃えやすくなる、らしいです。はい。もうね、すがれるもん何でもすがるのでね、はい、とりあえずそれで、燃えやすい状態を作る。はい。そしてね、有酸素ですね。有酸素も、かなりやります。頑張って。はい。で、あとですね、まあ、自分はあんまやらないんですけど、もう最後の手段で糖質制限ですね。まあ、ケトジニック的なことをね、最後この2日間ね、やってみたいと思います。あとですね、ファットバーナー、サプリですね。サプリメント。あんまり自分、ファットバーナーとかね、サプリ言えないんですけれども、はい。ちょっと何でもすがりたいので、はい。この2日間ね、有酸素するときにですね、ファットバーナー、飲んでやりたいと思います。で、ファットバーナーのサプリも、まあ、海外産とかあるんですけど、まあね、自分はやっぱりその、ね、ドーピング検査があるような大会ですのでね、まあ、その外国産とかっていうのもちょっと怖いので、まあ、ゴールドジムさんが出してるね、国産のね、サプリをね、使用したいと思います。はい。ウエストシェイパーですね。ウエストシェイパーでこう腹周りちょっとね、巻いて汗かきたい。まあね、あんまり部分痩せとかしないと思うんですけどね、もう何でもすがります。はい、それやって汗かきます。で、あとですね、まあ、加圧トレーニングもね、普通のトレーニングに加えてね、やりたいと思います。はい。加圧トレーニングもやって、あとまあもう一つね、睡眠時間を増やすっていうのをやりたいんですけどね。まあ、普段7時間ぐらい寝てるんですけど、そこをね、9時間ぐらい寝たりとかね、そこやりたいんですけど、まあ、おそらく、ケトジェニック、糖質制限する時点で、睡眠が、睡眠がすごく浅くなるんですよ。多分眠れないと思うので、これはできないのかな。やれたらやるんですけどね。はい。まあ、そんな感じで、最後までちょっとね、あがいてみたいと思います。はい。それではね、2日間、ちょっとね、必死に頑張りたいと。はい、朝はね、軽くちょっと、散歩程度のね、有酸素をね、少しやります。まあ、近所ぐるぐる回るんですけど、まあ、その中でね、公園とかあるんでね、公園でちょっとね、ストレッチやったりとかね、ちょっと軽く懸垂やったりとかね、腹筋やったりとか、まあ、そんな感じです。最後の悪あがきにですね、ちょっとここはハイパーナイフということで脂肪燃焼のためにね、やってきました。今から小泉佐野にあるミューさんでちょっと施術していただきます。いつもお世話になっているところです。
ただいま6時半でございます。実は言うとですね、3時に目が覚めてしまってですね、眠れませんでした。はい、糖質抜くと、あとまあ減量末期ですね、よくある、ことですね。はい。そしてダルギス今。はい、3時間しか眠れませんでしたけれど、はい、頑張った朝ね、有酸素運動ね、まあ、軽く散歩程度ですけど、はい、行っていきたいと思います。雨じゃん。はい、朝ごはんです。本来ね、食べる前にちょっと有酸素の予定だったんですけど、雨だったのでね、もう先に飯を食べたいと思います。定番のね、ケト定番のね、卵ですね。卵とサバ缶になります。キムチですね。キムチ鍋。はい。ね、ケトならではの豚肉ね。豚肉食べれますね。あとね、鶏の天ぷら。はい。油っぽいもの食べれますからね。あと、ブラックコーヒーにね、MCT を入れてます。早朝有酸素でーす。早朝してもまだ4時台なんですけどね。また雨が降ってきましたね。最近いつの雨ですか。体重測る、ま、はい、というわけでですね、先ほど体重測りましたところね、67.5 キロということでね、これね、過去最低体重ですね。2年前のオールジャパンの一番軽い時よりも軽いかもしれないです。はい。まあ、ただね、今もこう、水分抜け切った状態なので、はい、これまた水分取って、あと糖質取るとね、またすぐ戻るんですけれどもね。まあ、一応数字だけ何キロ痩せれるかっていうところで見ると、2日で 2.5 キロ。はい。落ちました。いやいやいや。頑張りましたね。はい、体にもこんな感じですね。もう、水分に抜け切って、張りも何もないんですけどね。はい。こんな感じでございます。もうね、筋肉に全然ね、元気がないです。しぼしぼ。はい。こちなみに、ジムでね、知り合いに会ったらね、ヤスさん、体小さくなりましたね、って言われたぐらいです。はい。まあ、2キロ、2.5 キロね、しぼんだのでね。そりゃ、やっぱりパンプもしねえわ、という感じでしたね。はい。まあ、ね、なんとかね、まあ、いいコンディションに持っていけそうなね、感じでございます。はい。あとは、まあ、ゆっくりちょっとカーブをね、入れていけたらな、というふうに思うんですけど、まあ、ちょっと振り返ってみてね、何が一番効いたかってことなんですけど、まあ、やっぱりね、糖質制限ですね。はい、もうケトやると、まあ、一時的に水分がね、ぐーんとね、抜けちゃうのでね。まあ、脂肪がどれだけ落ちたかわかんないんですけどね、むくみが一気に飛んだという感じですね。あと、まあ、有酸素はね、もう確実に脂肪燃えているなっていう感じがね、しました。あと、まあ、ハイパーナイフでちょっとこの水分が抜けたとか、ちょっと脂肪燃焼にちょっと加速かかったかなというね、感じはしますね。
はい。まあまあ、その辺が一番の要因かな、という感じですかね。あ、あと、そうや、風呂だ、風呂だ。熱い風呂入って汗抜いたってね。まあ、これも一番大きいですね。サウナも行きましたんでね。サウナで水抜けたのが一番、大きいんでしょうね。はい。最後までね、気を抜かずに、やれることはやっていきたいと思います。はい。今季最終戦におそらくなりますのでね、頑張りきりたいと思います。では。